パンダーゼットは2004年4月からキッズステーションで放送されたアニメ。またはメガハウスから展開されているキャラクターグッズシリーズの名称である。アニメの正確なタイトルはパンダーゼットザ・ロボニマチオン。15分枠で3話か30分枠で6話放送が基本スタイルである。パンダーゼットのキャラクターはイラストレーターの押田周一が考案した。 アニメでは珍しく全く声が入っておらず、字幕でセリフを表現している。マジンガー Z のコンセプトをダイナミック企画巨額の下で取り入れた、ある意味、マジンガー Z の公認パロディとなっている。内容は、毒が入ったシュールな展開が中心。メガハウスが2004年2月に発売した、パンダー Z ミニフィギュアコレクションシリーズは、同年9月までに130万個という大ヒットと、 なった。登場人物は、生物ではなく、ロボニマルと呼ばれるロボットである。電池型の食品を口から食べる。ロボットのため、水が弱点。KR チームクマ型ロボニマル4体で結成された、災害救助チームメカニックチームロボニマルシティワルニマル、4チョのワンワルニマル退場機のように登場キャラが、ロボットに属するため、区分けとしては、ロボニマルたちが乗り込んだり、 遠隔操作によって動かされる巨大ロボットを指し、ロボニマルメカと呼ばれる。ワルニマル帝国が制作したロボニマルメカは、ワルニマルメカと呼ばれる。ありがとうございます。